何なんだお前ら。何だとは失礼。我々は真の地球人だ。貴様らは我々を地底人と呼ぶそうだな。どうだ、ティリアセイ。我々は数が増えすぎた。よって地上をいただくことにしたんだ。だが地上人もなかなか多いらしい。このままでは我々の邪魔になる。絶滅してもらうことにした。それにしても驚いたよ。殴っても死なない地上人は初めてだ。それはこっちも同じだ。こんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。地底人、我々は地球人だ。一体何者だったんだ、あの地上人は。俺は趣味でヒーローをやってるもんだ。俺は負けない。地上は俺が守る。おざけ、弱小種族が。この鼓動の高鳴りは、この緊張感は、久しく忘れていた。この戦いの高揚感は。おやおや、息子たちが随分と世話になっているじゃないか。これこそが、この地底王が相手をしてやる。
たちが随分と世話になっているじゃないか。弱小種族が。地上人には死んでもらう。我は地底王、地上人でも格下の披露じゃばあ。さあやろうか。え、俺は強くなりすぎた。皆さんが今見ている光景がヒーローと怪人との戦いです。この世界にはしばしば怪人が出没します。怪人たちは人間社会の平和を脅かし災害とみなされます。
それらは危険度に応じて、いくつかのレベルに分類されます。トラ、不特定多数の生命の危機。鬼、町全体の機能が停止、もしくは壊滅の危機。竜、いくつもの町が壊滅する危機。神、人類滅亡の危機。このマントを羽織ったスキンヘッドの男性は、3年ほど前まで就職活動に行き詰まっていた、どこにでもいるありふれた青年でした。その時、怪人の襲撃に出くわし、身を挺して男の子を助けたことで、幼い頃に憧れていたヒーローになる夢を思い出し、趣味でヒーローを始め、ヒーロー協会に所属するプロヒーローになりました。ヒーロー協会は戦闘能力の優れた者を募集し、怪人や災害発生時のヒーローたちの活動を支援する組織です。所属する何百名ものヒーローたちはヒーロー協会の指示のもと、今も各災害現場を奔走し、市民を守るために戦っています。これはヒーローたちの物語です。そして彼の物語でもあります。現場で怪人を発見しました。相手はたった一人。俺たちが協力すれば。行くぞ、スマイルマン。見てこれるか？
奴は飛び打ちの間違いや。ついてこれるな。人間が生み出した害悪文明だ。残らず抹消してくれる。結果何者だお前ら、ついてこれるか。の人である。ついてこれるか。歯向かうつもりか。ついてこれるか。枝やしにしてやる。準備完了。ついてこれるか。行くぜ。やれると思うな。こいつでどうだ。ほら何者だお前。ついてこれるか。ついてこれるか。イナズマゲリー。イナズマ飛び撃ちも待ってやれ。何者だお前は。趣味でヒーローをやっているものだ。なんだその適当な設定は。私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれた。地球は一個の生命体である。貴様ら人間は地球の命を蝕み続ける。人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は地球の意志によって生み出されたのだ。そこで弱しないで死にだと。そんな理由で地球を押し詰めるやつに会いたくない。またワンパンで終わっちまった。